まちゃん、こんにちは。こんにちは。なんすか、いやなんかもう当たり前になってきたからさ、なんかあんま反応することもなかったなって。まちゃん、はい、今日さ、はい、アースオンダミン、はい、中止になりました、最終日。中止になりましたね。土砂降りでね、はい、中止になってた。はい、で、まあ今、こう雨上がって、はい、ちょっと練習行ったんだけど、バンカー。見てもらえますか、水溜まってるわけですね、やっぱり。もうすごいですね。すごいですよね。はい、でこう水溜まった時はさ、まあ、ルール的にこう出せたりするけど、はい、まあ水溜まっててもさ、打ったりする人いるじゃん。いますよ、いっぱいいますよ。分かんないもんね。はい、そのなんていうの、ルールとかも知らない方も。ルールとかも知らない人いるからね。まあ、はい、ちょっとそのルールの説明とかね、はい、あの硬いバンカーの打ち方なんかを、はい、ちょっとやっていきたいと思いますんで。わかりました。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあまっちゃん。はい、まあ、こうやってね、ボールがこう水たまりの中にね、はい、まあ、あったりするけど、ありますね。まっちゃんならどうするの、これくらいの、まあ、ボールが半分沈んでるくらいかな、どうする？あの、僕は、うん、あのこのゴルフのルールにのっとって、うん、まあ、あるがままでいきますよ。言ったな。ルールでありますから。ルールでね、あるがままって、あるがままでね。じゃあちょっと打ってもらいましょう。いいですか、うん、まあ、やり慣れてってことだ ね。俺はやったことないけど一度も。あるがままですから、うん、お願いします。いきます。はい、おほほ、うまい。結構飛びましたね。何ですか。聞こえてない。結構飛んだね、ボール。あ、ボール結構飛ぶんだね。ボールって簡単に飛ぶんですよね。そうなんだ。飛ぶみたいですよ。そうなんだ。まあ今さ、ボール半分ぐらいだったじゃん、はい、この水たまりですけども。まあどうしても打てない場合あるじゃん。どうしてももう全部ね、全部埋まっちゃってるとかね、場合あるからさ、はい、その時はさ、ちょっとルール教えてほしいんだけど。はい、皆さんに説明してもらえますか。僕がですか。いや、まっちゃんがですよ。まっちゃんが。あ、びっくりしました。ワッホーさんじゃないですね。うん、まっちゃんがね。じゃあこれボールちょっと渡しますね。はい、まあ池の中にこう、はい、池じゃないね、ウォーターハザード、ウォーターハザードでもないか、まあ、水たまりの中にね、こうやってボールありますと。はい、この時はさ、まずどうすればいいですか。まずは、うん、水が溜まってない、まあ、流出箇所じゃない、うん、部分を、うん、まあ、まずを探して、うん、でなおかつ、うん、まあ、ピンにね、はい、近づかないような、近づかないような場所を、うん、あの探して、まあ、そこにドロップ、ドロップするんだね。はい。いや今さ、はい、まあ、ドロップするんだけどさ、はい、まあ、ちゃんドロップするとさ、いっぱい踏んじゃって悪くなっちゃうんじゃないかなと思って。気をつけないといけないね。フライ悪くなっちゃっていかんね、これ。ここっすね。そこだよね。じゃあそのピンに近づかないところに、はい、まあ、あの水たまりじゃないところにね、そうですね、見つけてでドロップすると、はい、でこう真ん中に、まあ、一番低いところに水って溜まってるわけだからさ、そうですね、ドロップするとさ、基本的にはバンカーの後ろ目じゃん。後ろに来ますね。そうすると左足下がりでさ。しかもドロップすると、まあ、目玉になるよね。だから、まあ、状態によってはさ、さっきみたいに、はい、こうそのまんま打った方がさ、まあ、いい時も確かにちょっとだったらね、はい、まあ、あるがままですからね。ちょっと一回じゃあ ドロップしてもらいましょうか。ドロップか、うん。いや、ちょっとやり方悪かったですね。今のはあの反則ですね。なんで反則かはちゃんと説明しますね。今ドロップするときにボールちょっとこう回転させてるんですよ。ダメですこれ。あ、ダメですか。あ、ダメです、そういうのダメなんで。はい、ちゃんとまっすぐドロップしてください。わかりました。そういう感じですね。これになるんですよね。まあ、まあ、ちょっと目玉ぐらいだよね。まあこうやってさ、まあ、湿ってっからまだいいんですけど、いいけどね。まあ、雨降ってるんで絶対湿ってますけどね。確かにね。でも柔らかいとこだったらさ、ベチって目玉になるよね。いや、なりますね。こういう時抹茶どうすんの。これはですね、もう絶対的に出さなきゃいけない、ね、そうだね。またバンカー入る、このバンカーの水溜り入るかもしれないね。入ってくんで、うん、もう本当ワンピン奥とかツーピン奥を狙って、ね、しっかり打っていく、しっかり打っていくね。でこれで、ね、まあ左足下がりでさ、はい、まあバンカー硬いじゃん。硬い時っていうのはちょっとなんかあるの。硬い時はですね、うん、僕の中では、うん、あんまりフェースを開きすぎない方がいい、ね、うん、あ、バランスがあんまり当たらないようにね。そう、まあ、僕なんか前あのクラブ紹介で、うん、
あの紹介したと思うんですけど、結構バーンスが強めのやつ僕使ってるので、あんまり開きすぎると弾かれすぎちゃって、はい、そういうことね。そうですね。このボールにしても下にヘッドをしっかり持っていきたいんですけど、うん、これが弾かれることによって持っていけなくて、うん、ホームランしたりとか。そうだね。で、あんまり僕は開かないでね。開かないですね。ちょっと一回打ってもらえますか。わかりました。一回来てますけど。いきます。はい。おー、うまいね。ありがとうございます。あ、俺の出番なくなっちゃったね。俺の出番作ろうと思ったんで。いや、意外に僕こういうの好きなんですよ。あ、そうなんだ。はい。やっぱり、まあ今みたいにさ、打ったらさ、はい、まあ湿ってるじゃん、はい、だからさ、いつものバンカーショットよりさ、はい、だいぶこのスン取れる量が、あ、そうです、もうちょっと見えないかな、まあ少ないよね。そうですね。でも気持ち的には結構なんですか、深く取りに行ってる。あ、深く取りに行ってるんだ。はい、それぐらいで、まあちょうどいいんだね。ちょうどいい。あ、だからふわっとはなかなか出ないよね。出ないですね。ちょっと低めで、まあ転がるような感じになるかもしれないね。そうですね。そうですか、はい、それでいい。もうあと真帆さん、一つ、あの、何、さあ皆さん、うん、もう一つすごい気になっていることあると思うんですよ、うんうん、もし、うん、入ったバンカーが全部池だって、もう水たまり、水たまりね、はい、全部水たまりで、この時は、ね、おいおいどうするんだよみたいな、あるよね、あるじゃないですか。どうするの、その時は。どうするんですか。まあその時はね、はい、まあ、ボールをまず確認してもらって、はい、でこれ探すの大変ですけどね。でも、まあ、はい、でのまあ分かってると思うんだけど、まあそうですね、見つかんなかったらロストボールになっちゃうからね。そうですね、必死に探されてきてる。まあ確実に入ってるの分かれば多分大丈夫だと思うんだけど、そのバンカーの外にあのワンペナルティでね、はい、あの出せますんで。そうですね、まあ、正式なルールとしてはね。でまあなんかね、ルールが変わって、今バンカー入ってすごい苦手な人はツーペナルで外出すみたいなローカルルールもいいよみたいなね、はい、こともあるから、まあどうしてもダメだときはもう2ペナ出したり、アマチュアの人はね、プライベートのことですよね。そうですね。試合の時とかは、まあ、1ペナで、まあ、外に出すと。まあ、ハザードだからさ。まあ、そう。入れちゃいけない。入れちゃいけない。まずね。うん。でもなんか、僕的には、うん、まあ、僕的にはっておかしいです。多分一般の方なんて、うん、入るのが結構当たり前で。まあ、入っちゃうよね。はい、それでなんか1ペナ出して外にちょっと行くのも、なんかもったいないなみたいな。そうなんだ。だったらもう、さっきみたいに。あ、もう一回やる。いやボール持ってないですよ。いや。そうだ、でもさ、どれくらいまで打てるんだろうね。ちょっと見てみたいな。ボールちょっと。さっき半分でしたっけ。さっき半分だったからね。さっき半分でした、うん、どれくらいまで出るのか。じゃあまずじゃあ浅いところからいきます、ね。いいですよ。あ、半分より浅いのはいいんですよ。じゃあ大胆にさ、全埋まりですよ。まあこれはもう5分の1しか出てないね。そうですね。これ出るかね。あ、出るか。なんかいきそうですね。いけそうだよね。はい。ちょっと怖いんで、ちょっと半分です。じゃあバンカー。水たまりにボール全、まあ5分の1、あ、さっきちょっと出てるぐらい。そうですね、うん、ちょっと打ってもらいましょう、まっちゃんに。わかりました、お願いします。よし、いきます。結構思った。めちゃめちゃになったけど、思ったより出ましたね。思ったより出るね。あ、そうなんだ。はい、結構いけますね。結構いけるんだ。全マリはどうなの。全マリ、マホさん、あの、今流行りのフェイスガード欲しいです。フェイスガード全然つまんないんで。全然つまんないんで。じゃあボール全マリは出るのか。全マリだね、これ。もう完全に皆さん沈んでますね、これ。完全に沈んでます。ワンペナ払っていいですか。完全に沈んでますよ。ワンペナ払いたいっすね。出るのかな。でもさっきの感じだったら出そうだよね。出そうっすね、うん、思ったよりしかも飛びましたし。どう思ってるか知んないけどね。まっちゃんがこっちにはどう思ってるか知んないけど。よーし、全埋まり、お願いします。全埋まりっすね。結構ガーンっていかないとな。いきます。この土手に見えないですね。僕には僕にはどうなってるか見えないですね。まっちゃん、
この太平洋の練習場のさ、はい、この顎の高いバンカーは出なかったけど、はい、結構出てるよ。結構出てます。結構出てる。本当ですか。何にも見えないんですよ。ごめんね、俺が急に思いついた案ばっかりびちょびちょになっちゃっていや結構出るんだね。結構出ますか。全埋まりでも出るってことだね。でももうワンペナ払う必要ないですね。ワンペナ払う必要ないし、もしさ、はい、この後ろのね、はい、もうこの変だし、ここに来ちゃう場合もあるとですもんね。そうそうそう、すごいこうこんなそうなっちゃう場合もあるから、はい、それだったらこの全埋まりの方が、まあ、ワンチャンパートで取れるかね。可能性ありますよね。めちゃめちゃだ。まあでも雨降ってる時はもう最初から濡れてきたらね。それカッパ着てますからね。その時はもう思いっきりいっちゃいますけどね。いっちゃっていいよね。そっか、全埋まりも出るんだ。だってありがとう。参考になりました僕も。いや、まあよかったですよ。いや、初めてそうですね、なんか、うん、僕たちもまあ怖いっす。怖いですよね。やんないもん。むしろもうドロップしないでプライベートの手で置いちゃう。いいところに。もうハンドウェッジっすね。全然違いますね。全然違うんですか。ハンドウェッジ。わかりました。じゃあまあ今日はね、まあ急に締めますけど。急に締める。急に締めます。もうやることやったんで。いや俺に振られて怖いんで。まあバンカー水たまりの処置、はい、水たまりに入った処置と。硬いバンカーの打ち方と、あと全部水玉に入ってても打てるってことだね。証明できたんだよ。よかったです。よかったです。この後の撮影あれだね、ビデオ上だ。間違いないですね。じゃあ、まっちゃんありがとうございました。ありがとうございました。